出場を受けてくれた実方選手、本当にありがとうございます。警察官を辞めて格闘家になって気づいたら10年経ってました。まあ、10年というのは本当に短いようで早いような、短いようで一緒ですね、短いようで長いような、まあ、本当にこの10年間過ごしたのは応援してくれるファンの皆さん、スポンサーの皆さん、そして仲間たち、家族のおかげです。年配期間中は本当にどうしたらいいか分からなくて何度もやめようと思いましたし、正直練習に行くのも怖くて、格闘技を見るのも怖くて逃げ出したかったんですけど、やっぱりそこには家族がいながら、俺はこうやって6回も諦めないでリングに立ち続けることができました。本当にありがとうございます。本当言いたいことはたくさんあるんですけども、もうとにかくこの10年間本当ありがとう、もうありがとうしかないです。本当にありがとうございます。次の道についてですけども、まあ、この場で言わせていただくのは少しちょっと違うのかなと思ったんですけども、このように、みんなが顔を合わせて自分の声を伝えられる場っていうのは本当にないので、今日このまで、次の道についても発表させていただきます。次は、自分は、プロレスラーに転向します。一度リングを乗りようと思ったんですけど、やっぱり俺はリングでしか生きられないんです。まだまだ戦えない。その時にある方から声をかけていただき、プロレスラーの道というものを示していただきました。今後はいぶしプロレス研究所のメンバーとして、プロレスラーとしてデビュー戦も決まっています。今年の12月30日東京ドームシティホールグレートでデビュー戦をやります。この次の道も俺は会った中でも続きを生きていきますので、変わらず応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手お願いします。中亮選手のこの勇姿をまぶたに焼き付けてください。それでは10カウントゴングを打ち鳴らします。初代ビッグバンヘビー級チャンピオン、相方